日のバラ。こちらはカリプソ1号の2番花です。この辺とかもう花がパラパラ花びらが落ちてきてしまってますし、明日には結構散ってしまうんじゃないかなと思います。でも本当に回転率のいい子です。またすぐにつぼみをつけてくれると思います。全体像としてはこんな感じで、一番花と比べても全然大きくなってないかもしれません。ちょっと後ろ側に一つ伸びてきている枝はありますけれども、ベーサルシュートかな、ベーサルシュートです。これです。今年の春枝枯れでちっちゃく短くなっちゃったんですけれども、花瓶に生けてあるみたいな感じで可愛いです。この私が大好きなカリプソちゃんはなんとなく夏のお花のイメージなんですよね。ロサオリのバラって夏に強いイメージもあります。はい、こちらはドラモントエスティーボです。この子もなかなかうまく咲かせられないんですよね。お花を近づけるとかすかに香りがあります。全体像としてはこんな感じです。一応それなりにまんべんなくつぼみもついてくれると思うんですけれども、少しずつ咲いて、で咲いてお花はすぐ散っちゃうっていう感じなので、だいたいこのぐらいしかポツポツとしかいつもお花がない感じです。お庭で大株にして、で次々と咲き変わっていくような咲き方をする子なのかな。小さい鉢だとちょっと見応えがないかもしれないですね。それからこの子もこの間ご紹介したカストーレと同じくバルニのバラみたいです。なんとなく似てる気がします。この子2018年にバラの家から来てくれて、今年やっとちゃんと咲いてくれました。なかなかまとまってお花が咲いてくれなくって、しかも最初の2年ぐらいは枝葉が茂るだけでお花が全く咲いてくれなかった印象があります。うちに似たようなバラが結構あるんですけれども、その中でもすごく野生的な子だなって感じがします。強そうですし、実際強いと思います。この間のカストーレもこの子も小さい鉢で育てるよりもお庭に下ろして大きくゆったり育てた方が似合いそうなバラっていうところで似てるような気がします。はい、それからこちら大好きなブラッシュノアゼットが2番花見ごろのようです。全体像としてはこんな感じで横に伸びていってます。香りはお花を近づけるとごくわずかに感じるかもしれません。この子ももう大好きすぎて、この間バラの家の棚卸しが終わった時にもう速攻でカートに入れました。
2号は6号鉢に入った新苗です。はい、ハイディクルムローズのその1の2番花も咲いてきました。夏花でいつもより1サイズ2サイズ小さいお花になってます。はい、本日のバラの1本目はハイディクルムローズです。コロコロっとして可愛いですよね。この子は意外と丈夫 で見栄えよくよく咲いてくれるっていうのがあってお気に入りで、2鉢持ってていつも変わる変わるのような感じで咲かせています。で、香りもあるけれどもちょっと分かりづらい感じですかね。で、意外とこのままの形で咲き進んでいってくれて、突然バラバラっと散っちゃう子です。お花を近づけるとごくわずかに香りがわかる気がします。全体像としてはこんな感じで、葉っぱがもりもりと茂ってお花より目立ってますね。はい、それからこちらは木村拓則先生のラバンです。この子もなかなかうまく咲かせられない子なんですよね。だいぶ前から咲いてるんですけれども、本当にこの子もゆっくり一つ一つ花が開いていく感じなので、今それなりにやっとまとまって咲いてる感じで、こんな感じです。お花を近づけるとかすかに香ります。全体像としてはこんな感じで、まだまだつぼみがありますので、これからまだまだ咲いていくんだと思います。もう2週間ぐらいは咲いてます。はい、そしてこちらはなんとジャルダン・ル・フランスの2番花です。1番花と全く違った咲き方なのでびっくりしました。1番花はもっと一つ一つの花枝が上に伸びていって高いところでお花が咲くようなイメージだったので、こういったこんもりした樹形になるとは想像もしてませんでした。お花を近づけるとかすかに香りがわかります。全体像としてはこんな感じで、生け垣とかにも使えそうな樹形ですよね。一番花と全く違うので本当にびっくりです。それから今日は前にご紹介したジャルダン・ドゥ・フランスが満開になってきましたのでお知らせします。かわいいですね。全体像としてはこんな感じです。こんな感じですかね。この華やかなコーラルピンクって結構オレンジのバラにも青みがかったピンクのバラにも藤色のバラにも合うんですよね。すごく重宝してます。ジャルダン・ドゥ・フランス、お庭のつなぎの周形バラとしてもすごくおすすめだと思います。自分で花穂剪定しておいて何言ってんだって感じですけども、本当に一番花とイメージが違ってびっくりです。本日ご紹介したバラを集めてみました。
夏のバラは葉っぱがもりもりと茂っているので、グリーンの主張もすごい強いですね。